様、本日はものづくり匠の技の祭典2020のオンラインイベントをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいまより東京都左官組合連合会によります左官の匠の技が光る現代漆喰塗工法と蛇腹置き引き工法を実施いたします。本ステージでは先日東京都優秀技能者東京マイスター知事賞の受賞が決定され、文の京技能名称者およびものづくりマイスターでもあられる木村和之さんと技能五輪全国大会左官部門の銀賞受賞者藤平俊樹さんのお二人が音と光のパフォーマンスに合わせて現代漆喰塗工法と蛇腹置き引き工法の実演をご披露くださいます。一級左官技能士のお二人が見せる匠の技、じっくりとご覧ください。ステージの感想やご意見は祭典公式 Facebook、Twitter、Instagram のダイレクトメッセージにてお送りいただければと思います。そして東京都左官組合連合会の皆様からのプレゼント、こちらです。左官名人が作った光る泥団子です。はい、プロが作った泥団子、ちょっと気になりますよね。こちらを抽選で3名様にプレゼントいたします。ステージ後半にプレゼント応募のキーワードを発表いたしますので、ぜひ最後までご覧ください。さあ、それでは早速東京都左官組合連合会の皆様にご登場いただきましょう。はい、よろしくお願いいたします。さあ、進行を務めていただきますのは東京都左官組合連合会副会長の安嶋克弘さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、さあ、まずはですね、ステージの見どころや匠の技のポイントをお聞きできますでしょうか。はい、左官というのは日本の左官職人はですね、塗り付け、壁を塗り付ける技術、平らな技術はもう世界一だと思ってますので、そのかっこよさを見ていただきたいと思いますし、あと洋間とかによくこういう飾りがありますね、あの蛇腹とかね、そういうの、それが左官の仕事だと分かってない方がいらっしゃるので、一から、ちょっとその実演を見ていただきたいなと思っております。はい、さあ、どんな実演になるのか楽しみです。それではここで強力な進行アシスタントをご紹介しましょう。ザ・漫才2012優勝、お笑いコンビハマカンのツッコミ担当、神田慎一郎さんと、子供チャレンジポケットにて工作コーナーを6年間担当し、島次郎と共演経験を持つ、できたくんのお二人です。どうもよろしくお願いします。ハマカンのゲスの極みじゃない方、神田です。そして、ものづくり芸人というもの、できたくんと言います。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回は左官ですか。そうなんです、はい、左官です。はい、お二人もちろん左官は初ですか。なんかもうやったことあります。なんか塗ってる人を見たことがある。あ、見たことはありますよね。僕はですね、バイトしてた時に建築現場でですね、働いてたので、よくこう左官屋さんが作ったこの、なんですか、コンクリートのところに足跡をつけちゃってたっていうね。うわ、最悪のやつじゃん。怒られるやつ。今日はね、代わりに謝りたいなと思ってますけどね。じゃあ、体験はないけれども、実際お二人、見たことはあると。もう 見たことしかない、しかない、しかないっていうことですよね。はい、はい、さあ、ということでですね、ここから視聴者目線でですね、左官の匠の技の魅力に迫っていただきたいなと思います。はい、さあ、では左官の匠の技、じっくりとご覧いただきたいんですけれども、うん、まずですね、お二人にはステージ上にちょっと、ね、壁がありますので。ありますね、大壁が。はい、その壁に白い幕がかかってますよね。はい、その幕を外すところから始めていただきたいと思います。素晴らしい作品でもあるのかな。なるほど、楽しみですね、これ。はい、じゃあ、剥がしていいですか。お願いします。オープン。おい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 、誰だこの大事な大壁に落書きしたのは。これじゃ実演できませんよ。そうだ、こんな時こそ東京都左官組合連合会の抗菌マンに助けを呼ぼう。助けて抗菌マン。
さあ、安嶋さん、これ今、はい、コーキンマンと呼ばれたあのピカピカ光ってる人がコーキンマンですね。そうです。はい、コーキンマン、今作業は何をしてるんですか？これはね、壁の塗り付けで、はい、左の上から口の字書く用の順番で塗るんですけども、塗ると、あの、まずあれは何を塗ってるのかという、これは漆喰を塗ってるんですね。漆喰を、はい、コーキンマンが塗ってる。これ、はい、左官職人さんたちというのはこういった漆喰をこうやって壁に塗りつける人ってイメージなんですけども、はい、これ漆喰、はい、でこれがそう、今あのちょうど、はい、あの電飾で出てるあのコテという、はい、道具ですね、はい、そこで、周りを汚さずに平らに塗る技術っていうのは日本の左官職人は世界一だと思ってます、はい、これ左官、こういった作業って例えば海外でモルタルとかセメントでも見たことはあるんですけど、やっぱ日本の職人さんが世界一ですか？あのね、あのヨーロッパとかではやはり、はい、あのコテを使って塗るんですけど、はい、ヨーロッパはあのなんていうかな、こう積む技術っていうのは下から積み上げていく文化なんで、はい、材料を下から塗っていって、定規っていうかな、当て木をして平らにしていくっていう大壁の文化なんですね、うん、日本は柱が表しっていうか、こう柱のがし、立ってますから、その間を塗る技術、柱を汚さないように、はい、なおかつ平らに塗る技術っていうのがもう世界で群を抜いてるのがこの左官職人です。あ、そのコーキンマンさんはパッと見なんかねふざけてるみたいな格好してますけど、うんうん、技術は確かな人なんですね。技術はもう一流です。技術は確か、格好がふざけてる件に関しては否定しない、うん、はい、コーキンマンも、はい、コンテストに出たりなんかしてますからね、はい、そう、あの格好コンテストで、はい、あの格好ですか？あの車間の技能コンテストっていうのがありまして、はい、コーキンマンはあの4位に、全国で4位に、全国4位の方ですか？あの1位じゃないとこはまたね、はい、いいんですけど、奥ゆかしいですね、はい、いや、あんな派手な人、うん、僕が働いてた現場にいなかったんでね。あ、普段あの格好で働いてる方なんですか？そうです。そうなんですか？いやいや、どっち、そうなんですか？本当ですか？コーキンマンさん、親方なんですか？親方です。親方、コーキンマンさん、これ今じゃ あ、ええ、あれですね、現場の若手たちはどういう気持ちで見てるんでしょうね。いや、親方ピカピカしてるよ。さあ、これあの左官職人のこのコーキンマン、これ何の技術が特に素晴らしいんですか？まあ、塗り付けですね。塗り付けの速さって言いますか、はい、ええ、要はあの漆喰の場合は、はい、すぐには固まらないんですよね、気候性って空気に触れて固まるものですから、こう塗り付けたったらだんだん乾くわけです。その間に仕上げていくっていうのが、あの左官の技術ですね。これじゃあどういう人がすごいんですか？平らにできる人がすごいのか、模様を作ったりするのか。もう両方ですね、今ですね、両方、ただあの基本は平らに塗る技術っていうところですね、はい、逆にあの漆喰の場合は気候性といってちょっとあの固まるまでゆっくりしてるんですけども、今隣に言ってるあの藤平君、通称ひげ型君、このコーキンマンの向かって右側ですね、はい、そうです。テーブルの上で作業してる方です。あれが何をしてるんですか？はい、あれがよく額縁だとか、はい、あの洋間の天井壁の見切りにある装飾でよくついてますね。あれ木じゃないんですか？あれあれは蛇腹といって、あの石膏でできてるところが多いですね。石膏、はい、で石膏ってああやってなんか型に流し込むんじゃないんですか？そうです。もう一からないところであの型引きっていうので、はい、引いて、今彼が材料をずっと配って、はい、もうこの焼き石膏っていうのは逆にですね、自己押せって自分で固まる力があるんで、はい、そら、ものの30分ぐらいでおそらくノコギリ立つようなぐらい固まっちゃいますんで、今の作業ちょっと多分映ってなかったんであれですけど、白い石膏を持って、この木の型でこれすごいな、生クリームみたいな感じの、本当だね、ケーキ作りも上手だろうね。ねえ、全部あの形のケーキができますよね。すげえ。はあ、こうやってじゃもうテーブルの、はい、テーブルがあればできるんですね、これは。型とかいらないですね。すごいな。すごい。これ同じ形のものを、そうです、まっすぐに、ええ、ただこれ定規とか当ててないですよね。ただ型がね、いろいろあって、まあ、自由自在に型ができるということで、そうだ、中心飾りとか、はい、他の形でもできるわけですよ、うんうんうん、ただこの置き引きの良さというのは同じ形が何本もできる、はい、同じ柄がいくつもできるっていうのが特徴ですね。これまた盛り直してるのはもうちょっと、そう、材料が足らないところをずっとこう引いていくわけです。おお、そうなんだ。これ
それも左官職人さんの仕事だったんですね。そうですね。これは知らなかったですね。あの本当に壁を塗ってる人っていうイメージだったんで、はい、あとすみません、安島さん、あの最初の方の話に戻りますけど、なんでまたこの左官職人さんがこうパフォーマンスする際に黄金マンなんていう名前名付けたんですか。これがですね、漆喰は今最高に見直されてまして、うん、抗菌効果が高いということで、先月もですね、コロナウイルスを 99.7% 不活化するという、あの新聞記事が出たぐらいですので、はい、だからさっきコロナという落書きをこの抗菌マンが塗りつぶすという、はい、そういうことで今あの1回目の作業にかかったわけです。抗菌、じゃあこの漆喰漆喰の壁には抗菌作用があるという。そうです、抗菌だけじゃないです。調湿作用ってこう、はい、湿気を吸ったり、はい、出したり、はい、それからペット臭も吸い付きますし、いろんな効果があるっていうこと。もちろん、防火建材ですので、昔江戸時代に土蔵に漆喰を塗ったってことはやっぱりそういうところから来てるんですね、うん、あれですよね、昔のお金持ちのお家の蔵とかの壁、うん、全部漆喰ですね。そうですね。これ漆喰って白くて綺麗っていうだけじゃないんですね。そうですね。要は漆喰が非常に効用をね、はい、今見直されてますので、うん、100% 安全建材と言ってもいいんじゃないかなと思って。昔の日本家屋って大体漆喰じゃないですか、はい、これどれぐらい昔から日本人は漆喰を使ってたんですか。漆喰と言いますと、日本というかもう世界でも、はい、あのエジプトのピラミッドありますよね、あそこにも漆喰使われてるんだ。そうすると5000年前にもう人類は漆喰を使ってたってことなんですね。それから日本で言いますと、はい、高松塚古墳、あれに白土と古墳そう大和時代とかすごいことですね。今更恥ずかしいんですけど、はい、漆喰って詰まるところは何でできてるんですか。これはね、小石灰ですね。日本の漆喰は石灰ですね。要はね、小石灰と、まあ、海灰使うところもありますけども、それからさらしと、あと海藻のり、のり、うん、それはあの水引きって急に乾かれちゃうのを調整するために、角又というののりをね、使ってやるものです。ちょっと初歩的な質問ですけど、安島さん、車間って言ってますよね、僕車間だと思ってたんですけど。それはね、はい、私江戸っ子だから車間って言っちゃうんですよ。あ、そうなんですね。コーシーとかね、はい、コーヒーの方言えなくてコーシー、あ、コーシーっていうようないうのと一緒で車間。あ、じゃあ車間って合ってるんですか。本当はひらがなを打つと車間なんですけども、はい、ただ僕らは車間って言っちゃうんだよね、江戸っ子たちは。そう、あの、よく古典落語に車間ってほら、あの、はい、車間っていうのは歴史が深いものですから、出てくるときには江戸前の落語家は、はい、あの車間って言います、ね、へ、分子もというとか、へっつい幽霊とかね、はい、あの車間をの職人を題材にした古典落語ありますけども、はい、そこでは車間っていう。で、関西の人はまた違った言い方します、ね、そうなんだ、はい、そう、左の間、これの意味ってあるんですか。うん、これが、昔あの宮中に入るのに間の字がないといけないということで、はい、左に間ってつけて車間で、右に間はよく何だって言われるんですけど、それは木材関係の人が浮かんだったんじゃないかって。浮かんがあったんですか。そう、あったらしいですよね。今あの職業としては残ってないですけども、初めて聞きましたね。だからあのそれが車間っていうようになって定着したのが桃山時代だから、非常に古いあの職業。ちょっとでもそこから言われてる、ある意味抗菌マンが今やってる作業もですね、はい、あの昔からコテを使って平らに塗るっていう原始的な仕事なんですよ。これ今あのだってもう塗り終わったように見えるのに何度もこうやって擦ってるのは、これは今何をしてるんですか。そうですね、あのね、大体、うん、あの車間っていうのはね、1回塗りじゃ終わらない、2回塗りが基本なんですけども、はい、あれは1回塗って、あと水引き調節って2回目塗るのが、はい、仕上げ塗りっていうんですね。今はこれ平らに、抗菌マンこれ2回目ですか。あ、うんって言ってますね、うん、2回目ですから、これ仕上げ塗りをして今平らにしてると思います。あれは墨も何も出さないで、おそらく塵回りという私ら柱に代わりにね、あの角のところほとんど汚さないで、あの抗菌マン今塗ってると思います、はい、
あ、そのさっきおっしゃった、あの周りについてるのがあれ蛇腹っていう。そうですね、うん、あっこにじゃあ漆喰がついてない。ついてない、汚してない、ね、ほとんど汚してないで、抗菌板塗ってるわけです。さすが4位、はい、ね、4位の実力ですね、はい、これちょっとね、抗菌板自身にあのピカピカ光るの、はい、本人の意思でつけてるのかつけさせられてるのかっていうのを後で聞きたいなと思うんですけど、ね、そうですね、うん、多分本人の意思だ。本人の意思ですか、はい、本人の意思だ。あ、そうでした、はい、あれ邪魔じゃないのかな、重そうでと思ったんですけど、で後ろ姿がすごくいいんですよね、車間職人だね、うん、壁を塗る姿っていうのはね、本当職人さんって感じしますね、今あの右のあの置き引きの作業がですね、はい、あのちょうど引き終わっていて、はい、もう少しかな、今乾きが、で最後の、切り物して切る、うん、あの、はい、ところまであの、はい、やると思います。ああ、あの角とかを、いや、じゃああれもうすぐ乾くんですか。もうだいぶ乾いてると思います。さっきだって白い生クリームみたいな、そうですよ、状態でしたよ。ちょっと見てない間に違うのと交換したんじゃないですか、うん、出来上がったのこれです、ね、料理番組の差し替えみたいなね。う、うん、もうでもこの生の時間にも固まってるってこと。あ、なんかやってますよ。あれなんか斜めに、斜めですよ、斜めですよ。いや分かってるだろ。あの斜めに切ってるのあれ何なんですか。 あれはね、角をですね、要はね、止めてる角をピシッと合わせるために今ちょうど斜めに。ギコギコってこんなカッチコチになるんですね。そうですね。うそー、石膏像みたいな硬さですね。だから車間というのはこの抗菌板みたいなあのリードタイムがある材料と、こういう速乾性のある材料と、はい、こう材料の良さをうまく使ってやるのが車間で、奥深い仕事なんですよね。これすぐ乾くやつとか、すげえ難しそうと思っちゃう。あ、ほら、タクができた。タリじゃないですか。すげえ。あ、これがぴったり。これはどこに行くんですか。もうあの仕上げ段階ですね。これも車間職人さんがやってたんだね。知らなかったですね。これは私今後私は車間って言うでしょうね、はい、なんか気に入っちゃいましたね。気に入っちゃったね。なんか江戸っ子っぽくない。江戸っ子っぽくね。車間です。江戸っ子っぽくね、うん、ちょうど今あのこなし作業って言って、あの押さえの作業をね、抗菌板がずっと、はい、やってるわけだ。2回塗った後に、はい、ずっと今これ真っ平らにしてるわけです。こう材料の低いところ、はいはい、高いところがないように材料を配りながら。それをね、ぜひじっくり見たいんですけども、抗菌板の背中の方がやっぱ眩しくて漆喰がよく見えないんですよ。漆喰が見えない、目がチカチカして。漆喰をバーッと照明照らしてもらいたいところですけど、はい、これ出来上がった時にそれを見ればいいですね。そうですね、抗菌板平らになりましたか。だいぶ首かしげます。ちょっとおかしいな。あの親方結構悪ふざけするタイプですね。そうです。あの格好で僕らのところに来て、どういじりやすいでしょって言いましたね。いじりにくいなと思って。いじってくれはちょっと困るんだよ、ね。はい、で接しやすそうですね。ああいう方が親方なら、はい。遊び心。でも落書きが全く見えない。物変えましたあれ。あれ本当だ。新しいアイテム。ちっちゃい。そうですね。やっぱり塗りつけるコテと。はい、あの仕上げるコテって車間とは全部違うんですよ。あ、そうなんだ、だから一番持ってる人なんかは、はい、あの1000万ぐらい持ってたりで、道具ですか。道具をあの持ってるやつですか。はい、なんで そんなに。そうそうそう、もうすごい、一つ5万も6万もするようなコテを、はい、そう持ってたりするんで、いっぱい持ってる、数えたら1000万っていう人、そのぐらいコテ道楽する職人はするんですよ。道具にこだわるだけ、はい、まあ、でも自分の道具に投資してるってこと。そうですね、ちなみに安嶋さんもこれぐらいできますか。まあちょろいですね。ちょろい、はい、ちょろいんです。さすが会長ですね、はい、会長ですね。会長じゃなくて。そうですね、まだちょっと時間あるんでちょっとやってもらっていいですか。いやいや、それはね、やっぱり抗菌マンに任せましょう。ヒーローです。まあまあそうですね、ヒーローです、はい、我らがヒーロー。ヒーロー。ちなみに普通にこう職人さんと志した人が平面に塗れるようになるのってどれぐらいかかりますか。昔私らも入職した時はもう10年って言ってました。10年、うん、もっと前はもっと経ってたんじゃないのかな。土手制度とか言った時にやっぱり15年とか、ね、それまでの間ってだってじゃあ仕事にならないじゃないですか。そうですね、ずっと修行ですか。
そうですね、材料を練ったりですね、そういうような仕事を下働きをしてたんだと思います。でもそれだと今職人が育ちませんので、10年はちょっと飽きちゃう、うん、今名人の DVD を見せて、はい、でそれを繰り返して覚えるというそういう教育作業ですか、うん、そういうのをやってすごく効果が上がってるんです。まあ、もちろん見るだけじゃあれだから、こうやってね、自己自身で修行もするんでしょうけど、そうやって見る、DVD で見るとかで効率の本当に手数まで、うん、全く一緒にしてですね、練習するっていうそういう教育ビデオを作りましたので、はい、それでみんな練習してるわけです。大きいものが今角をずっと見てましたけど、はい、飽きちゃったんですか、あれはね、塵が多少汚れたところをですね、塵拭きっていう作業ですね。綺麗に最後仕上げて、そうですね、ふざけた衣装からは想像もつかないぐらい繊細なことやってますね。すごい繊細ですよ。ご近所そろそろあれじゃないですか、パターン付け、片付け、パターン付けの時間にしますか。まだ5分以上あるの、はい、5分ぐらいですかね、パターンをね、パターンつける。これ終わりじゃないんですか、うん、これが今までの漆喰の仕上げ方だったんです。綺麗ですよ、はい、これ白壁ですよね、綺麗な。ところが今素材感を生かすために、はい、小手並み出したまんまに仕上げたり、はい、そこになんかぶつけて柄をつけたり、はい、テレビでたまに見ますね。あ、そうですね、はい、ローラーで、片付けしたりですね、はい、そしてこの、向かって右側の職人さんもあれは仕上げをしてるんですか。もう仕上げをしてますね。このちっちゃいこの窓みたいな、なんだろう、そうですね、このちっちゃいのどこに使うんですかね。これはちっちゃい窓、止めたところを、はい、焼き石膏のノロで今補修してるわけですね。これでも仕上げです。今お尻向けちゃってますけども、はい、なかなかイケメンで。そうなんですか、はい、ゴキマンはずっと後ろを向いてますけど、うん、しっくりの方向向切れ目が、あれ塗ったとこ切れ目が見えなくなりました。うん、塗ってないとこ切れ目が見える。これ全部これをこれで、こうしてください、うん、これで仕上げです。さあもう残り時間が5分も切ってますからね。もう5分ですし、はい、時間は大丈夫なんですかね。じゃあ今仕上げでは、今我々の条文団体で日本車間業組合連合会というところでも、はい、非常に進めてます、この小手並み地上げ、はい、せっかく平らにしたところを、今度小手並みしたりパターンを付けたりということで、現代漆喰っていう名前をつけて今全国に運動しているところです。今その仕上げを最後にコーキンマンがやると思います。コーキンマンが今からその仕上げをするわけですね。はい、もう平らすぎてコーキンマンの光がめちゃくちゃ反射してるんですよ、うん、すごい平らってことですよね、うん、体のこうシルエットが見えるぐらい。本当だね、デコボコした影になってない、ね、なってないですもん、ピカピカのツルツルですよ、うん、ではその平らなところをねちょっと見てもらいましょう、明るくして。あ、照明が変わりました、やっと綺麗なやつが。すごい、残り3分、はい、じゃあコーキンマンそろそろ残り3分ですので。めっめっちゃ平らなんですけど。すごいっすよ。あれを引き方くんは大丈夫ですか、時間の方は。はい、大丈夫ですか。めっちゃ平ら、もう平らな壁にペンキ塗ったみたいな、はいはい、出てきました、出てきました、はい、あれが秘密兵器。なんだあれ、コーキンマンがこっちを見てコーキンマンニヤッとしましたよ。ローラーですね。あー平らだったところにしてる。あーん、何なんか模様ですか。あれ竹の模様かなんかついてるね。竹の葉っぽい。そう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 、そうです。それで何か何だあれは、何か吹きつけそうですね。すごい、ほら、かき取るみたいな。何やってるの。平らだったのに今度は何かを、何だあれ、そう、ぶつけてるわけですね。すごい音がする、硬い、白い粒粒ぶつけてるね、くっつくんですね、あれ。だから真っ平らな壁を仕上げるのも車間ですし、こうやってパターンをつけて楽しむのも車間ですよっていうところで。あ、じゃあ足跡つけるのも間違いじゃないですね、はい、あなたのはミスですか。あなたは工事現場でやったってミスなんですか。
でもよくね、工事現場も犬が走ったり猫が走ったり、猫の足当たると可愛いよ、ね、よくありますね、そこから犬走りっていうね、そういう言葉が、うん、あるんです、ポーチのところは犬走りっていうのは犬がよく走るんで、うわ、さらにポキマが今度また固定並みで仕上げてるんですね、固定で、これは何だ、何を表してるの、引き型くんの置き引きの方はいかがですか、大丈夫です、大丈夫ですか、はい、もうあと1分、はい、仕上がるんでしょうか、なんかでもずっと見てられるね、そうですね、なんかもう落書きがあったと思えないほど綺麗な壁になって、またいや、なんかどっか家のか外の壁落書きされちゃったって言ったら一生懸命洗うよりこれ塗った方が早いですね、そうですね、いろんな効果もありますね、この綺麗な仕上げあったら誰も落書きしないでしょ、そこしづらいです、これはしづらいですね、大体これで、コキマンの方は見事にコロナを塗りつぶしたというところですね、はい、あ、コテ板も回してますけど、あれはパフォーマンスですね、コキマンありがとうございました、ありがとうコキマン、コキマン、コキマンありがとう、ですから今の住環境が日本はね、あまり良くないと言われてますけども、やはりコロナも塗りつぶす漆喰で、皆さんの住環境を整えておくのが我々の役目ではないかなと思いまして、うん、こういう素材を皆さんに、見ていただきました、昔から使われている素材ってそんなにやっぱいいものだったんですね、それだけ安全だってことですね、今まで何にも副作用がなかったわけですからね、というわけでどちらも仕上がりましたということでよろしいですか、はい、ありがとうございます、職人さんがもう仕事終わったらさっといなくなる、早いですね、かっこいい、早い、はい、さあじゃあこれでパフォーマンスは以上ということですね、はい、じゃあ近くで見てもいいですか、はい、そうですね、せっかくですので、はい、出来上がりをちょっと見よう見よう、お近くでご覧いただいて、これはなんかこれか作ってこれがこれねえ、この液体型に流し込んだんじゃないんでしょ、液体みたいなね、生クリームはこんなしっかりした、うん、そうです、こう横から見たピシッとこうなってるんだけどね、これ、すごい、本当だ、はい、本当にまっすぐ、マグロの刺身で言ったら角が立ってるってやつだね、うん、ちょっと例え間違えましたけどすごいですよこれは、本当にまっすぐですよ、うん、で、それからはい、うお、わあわあわあ、すごい、こんなに模様がいっぱいついてたんですね、はあ、綺麗です、さすが、この引いたのがその額縁になってるんですね、はい、これがそうなんですね、はい、ここにあるこういう風に綺麗に、はい、ありがとうございます、すごいですよ、綺麗、はい、ありがとうございます、はい、ではですね、ちょっと安嶋さんに最後一言何かコメントいただけますか、先ほどちょっとダブりますけども、本当に日本というのは住環境がね、まだまだ悪い有毒ガスとか出る建材を使われておりますし、それをやはり今回、漆喰がいいっていうことが全国的にね、よりよく分かったと思いますので、ぜひとも皆さんね、漆喰リフォームとか素材が間違いない材料ですので考えていただいて、そのご用命をいただければと思います、はい、ありがとうございました。東京都左官組合連合会の皆様のステージでした。ありがとうございました。神田さん、できたくんもありがとうございました。これ手形バンってやりたい気持ちをグッと抑えております我慢しましょう、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。どうぞご覧ください、ありがとうございます。